久保さん、今回、お金は大事に、大切にするな。お金は大切にするなと。一 <laughs> 円はね、大事ですよっていう、こ、こっからのお金は大切にするなっていうね。こう、切り込んでいきましょう。まあ、これ僕が好きな、あの、カイジの、えっ、ー、と、兵藤会長とカイジが、まあ、利根川の試合に勝って、い、e、いカードで利根川の試合と勝って、カイジがね、兵藤会長とバトルするときに、 カイジ君、君は心得ておる。みたいなね。<laughs> ほう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 、みたいな、ねうんお。お金っていうのはね、あのー、まあ、さ、命か。お金じゃないな。命。命っていうのは大切にすると、淀どむ、腐る、みたいな話をするんですけど。まあ、僕、それすごく好きで。うん。で、その、お金を大事にするなんていうのはどういうことかっていうと、 あのよくね、こういう話聞くと思いますよ。うん、お金は、あ,あの、いくらお金があっても死んであの、天国に持っていけないみたいな、地獄に持っていけないみたいな、聞きませんまあ実際そうでえ、そうじゃないですかあ。貯金が100億円あったとしても、死んだら使えます使えないですよね。これまあ事実なんですけど。じゃあこの時に考えないといけないのが、確かにお金を貯めても、 死んだ後持っていけないんですよね。でも、じゃあ、いい車を買っても、いろいろなお金を使って旅行に行ったとしても、別にそれを持っていけないんですよね。だって死んだ後記憶があるのか分かんないですけど、ど,どうですかね。だからお金を使おうが、捕まわないが、死んだ後は無になるわけですよ。じゃあ、この時に考えないといけないのが、どうするって話なんですよ。どっちにしろ無になるよと。 お金も持っていけない。思い出も持っていけない。じゃあ、今、あの、生きてる間に持つべきものは、どっちの方がいいですかと。僕は、思い出とかの方がいいと思います。僕はね。ただ、無駄遣いをしろって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、結論言うと、まとめると、お金は使わなければ、価値、価値をこう、変換できないってことですね。 銀行口座にお金があったとしても、それを使わなければ返還できないんですよ。まあ、だ、だって家賃もね、払わないと住めないじゃないですか。<laughs> 久保さんも家買いましたけど、家もお金払わないと買えないですよね。でも、うん、家を買った、じゃあお金をね、家に返還しました。じゃあそこで久保さんが、あの、一軒家で住んでる思い出だったりとか、そっちの方が僕は価値があると思いますよ。 僕はね。まあ人それぞれその価値の、うん、捉え方っていうのは違うので、一概には言えないですけども、お金は使わなければ、あの価値に転換することが難しいので、うん。まあもちろんね、わあ俺貯金こう残高めちゃめちゃあるぜって言ってね、その貯金残高を見てワクワクしたりとか、貯金残高を見てモチベーションが上がったりとか、そういう人もいる、い,い,いますから、そこに、なんだ、価値を感じる人もいるでしょう。 俺は貯金残高すごいぜ、みたいな。だけど僕は違う人間なんで。うん。ただそこで得るものっていうのは多分まあ安心。あった方が安心だよねって話で。うん。でもいつ死ぬかわかんないし。多分その東北大震災で津波に飲まれた人で貯金1億円あった人もいるんじゃないですか。でも一瞬ですよ。本当に、ね。<laughs> そう。なんで、まあその、 お金を、一円を大切にすることも大事だし、一円を使っていくことも大事だよって、両方大事ってことですね。うん、まとめると。一円を大切にすることも大事だし、一円を使っていくことももっと大事だよと。だから僕はお金の勉強をして、すごく思ったことが、お金を稼ぐっていうことは、うん、やり方を覚えると誰でも稼げるんですよ。 例えば、セルフバックとかポイントサイトもやり方を覚えれば誰でもできるわけじゃないですか。これ分かりやすい例ですよ。だからお金を稼ぐという行為はやり方を覚えれば誰でもできることなんですよ。だけど、お金の使い方に関しては、これね、人それぞれの主観が入るので、やり方じゃないんですよ。使い方なんで。だこれめちゃめちゃ難しくて、だから以前久保さんが、あのー、なんだ、財布の中全部なくすみたいなことをやってたみたいなね。 あのことを言ってたような気がするんですけどただもうなんかフレーズによってそれ大事かなと思うんですよね例えばその若い時は経験だったりとかあれにお金をバンバン使うっていうフレーズでじゃあ年取ってもそれをやるとじゃあ老後あるじゃないですかじゃあ老後のことを考えるとあんまり使う,使うのは微妙な部分あると思うんでうんなんですだからそのステージによっては使い方を考えたりとかするっていうのは大事ですよね うん、あとはもっと、まあ、お金を稼ぐってことも大事だし、使う、どう使うのかっていうのも大事だし。うん。だよくね、お金がないんですっていう人の中で、これよくあるあるパターンなんですけど、お金がないって言ってるんだけど、あの、コンビニで、えー、なんか買ってるっていうね。<laughs> これね、よくあるあるパターンですね。お金がないんですないんですって言ってるんだけど、コンビニでも物買うみたいな。いや、お金ないんだったら、 なんで定価のコンビニで買うんですかって話で、お金がないんだったらスーパー行けばもっと安く買えるわけじゃないですか。んかそれをしないんですよ。多分だからそれをしないからお金稼げないっていうところもあるんじゃないですかねやる。やれることをやらないっていうことですよね。うん。まぁいろいろ申し上げましたけど、お金を稼ぐのも大事だし、お金を大切にすることも大事だし、お金を使うことも大事だよ。全部大事だよってことです。まあ、これも結局全部大事ってことですね。 いってらっしゃい。